下腹が気になる方はしっかり効かす方法を紹介しますので、一緒に20秒間頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹にしっかり効かすレッグレイズを紹介します。このレッグレイズ、寝たままで足を動かして腹筋を効かす、下腹を効かすというエクササイズなんですけど、足を下げる際に腰に隙間ができてしまうとお腹の力が逃げてしまって下腹に効かないです。そこでやり方としては、上半身を起こしたままで足を動かす、またはお尻の下に手をついて腰が浮かないように行う、そういったやり方があるんですけども、上半身を起こした場合首が痛くなる人も結構います。腹筋をしっかりしている人は首の筋肉もあるので痛くならないんですけど、あんまり腹筋をしてない方、運動あまりしてない方はですね、このレッグレイズする時に頭を起こしてしまうと首が痛くなる、次の日頭痛が起きる、肩こりがひどくなるとか、そういったデメリットがあります。そこで下腹にしっかり効かす方法としては、足を下げるときに腰が浮いてしまうので、足を下げるときにその時だけ上半身を少しついていきます。そしたら腰が浮かないままできます。ここから足を下げながら腰が浮くって時だけ今みたいに腰が浮く、足を下げ切ったところだけ上半身をキュッとついていく、そうすることでお腹の力が逃げずに下腹にしっかり効かすことができます。ここからが問題です。じゃあ腹筋をしてお腹が引っ込むのか、下腹の腹筋をしたら下腹が引っ込むのかってところになってくるんですけども、もちろんお腹の肉を薄くする、脂肪を減らすためには食事の管理と運動が大切です。ですがこの腹筋のいいところはですね、たくさん食べた時、たくさん水分を取った時、そういった時に出てしまうお腹を抑える腹筋、抑えることができます。じゃあ下腹の腹筋したらどうなるのって話なんですけども、下腹の腹筋を効かす時っていうのは必ず足を動かしますよね。こうとかこうとか、もちろんレッグレイズもです。足を動かして下腹を効かします。足を動かすということは腰が丸くなる、股関節を動かして腰を丸くさせる動きになりますから、腰が丸くなるってことは骨盤が前傾がまっすぐ、または後傾になるってことです。そうなることにはメリットとして、前傾に骨盤がなっている場合はお腹がポッコリ出てお尻がでっちりになります。骨盤が前傾している、これは後傾していると、またはまっすぐになっているとお腹とお尻はまっすぐになります。下腹を効かす腹筋をすることによって大腰筋が伸ばされて、骨盤がまっすぐまた後傾させることができて下腹が引っ込むというメリットになります。ですので下腹引っ込ましたいから下腹の腹筋するっていうのも結局ありなんです。もちろんお腹を引き締める、息をしっかり吐いてキープする、そういったので腹横筋を鍛えることによってお腹全体を引き締めることができるんですけども、ですが骨盤の関係でいうと、骨盤が前傾しやすい女性、お腹が出ている男性、そういった2パターンの方は骨盤をしっかり立てるっていうことをした方がいいですから、下腹の腹筋っていうのは有効的です。もちろん普通のシットアップとかもですね、しっかり上まで起き上がる、ここまで起き上がることで腰が少し丸くなりますから、骨盤が後傾させれて下腹ポッコリにも有効的です。ですが今回は足を下ろした時に上半身をついていくレッグレイズを一緒に20秒間やっていきましょう。足を下げる時だけ上半身を少しついていくっていう風にやっていきます。ではいきます、スタート。
お疲れ様でした。今回たったの20秒しかやってないですけども、慣れてる方はねこれぐらいじゃ効かないと思うので、1分とかまたは足に重りをつけて効かすとか、そのようにしっかり下腹に効かしてください。ですが腹筋をしたら首が痛いとか、腹筋に効きにくいとか、腰が痛いとか、そういった方には今回の足を下げる時だけ上半身をついていくレッグレイズ、とってもおすすめです。名付けてゆりかごレッグレイズです。これからもしっかりマッスルゲッツしていきましょう。これからも短い時間、少ない回数で効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、ピンポイントで筋肉に効かすエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。マッスルゲッツ。Thank you.